では、はい、最後ですね、うん、理想主義者、うん、NF、 NF 一応隊長が属すると思われる、うん、思われる NF、うん、NF 型理想主義者は個性や独創性を尊重し、うん、人生の深遠な意味を理解したいと願っている、うん、自分だけの個人的な価値観に基づいて判断を下す、うん、とあります、うん、要は現実的な判断よりも自分の判断の人だという、うん、自分の感情感覚、うん、価値観かなと思ってます、うん、はい。で、外交直感感情決断の人、うん、ENFJ の人、うん、ENFJ の人、うんうん、は人の幸福を願う人とあります、うんうん、ENFJ は精力的で口数が多く、うん、自分の考えをしっかり述べることができる、うん、16の性格タイプの中で、うん、最も才能のある話し手だと、うん、話し手として、うんうん、最も才能のある話し手だと、うん、相手の目を見つめ体に触れ熱心に話す、うん、喜怒哀楽を顔に出し、うん、賛成や反対の気持ちを身振りで表す、うん、個人的なことを話題に取り上げ人間関係についても延々と話していられる、うん、初対面の人ともすぐに打ち解ける、時にカリスマ性を発揮し自分が正しいと思う考えに相手も従うよう説得する、うん、賢明になって人を喜ばせようとするが、うん、時にその誠意を疑われる、うん、嘘っぽいんですかね。そうかもしれない。話が上手すぎて、うんうん、対立を嫌いすぐに謝罪し許す、うん、批判に傷つきやすく議論を避ける、うん、人からどう見られているかが気になるので、うん、常に状況にふさわしい格好をしている、うん、人の役に達しないのでカウンセラーや教師といった職種に惹かれるが、うん、人と接する仕事にも興味を持つ、うん、どんな集まりでもリーダーシップを取る、うん、で注意を吹く言葉としてはこれについてどう思う、うん、実は悩みがあってさ、うん、意見を聞かせて、うん、どんどん褒めてあげなさい、うん、ENFJ との付き合い方、うん、尽力に深く感謝している気持ちをはっきり口に出す、うん、行為よりも言葉の方が明確に伝わる、うん、相手の目を見てちゃんと伝えようと、うん、取り留めのない話や愚痴に黙って耳を貸し辛抱強く付き合おうと、うん、対立を避け協力し妥協点を見つけ出そうと、うん、あります。そんなこの ENFJ、うん、ENFJ の内向版 INFJ、うん、INFJ は誠実で協調する人とあります、うん、INFJ は鋭い感受性と強い信念を持つ、うん、複雑で想像力のあるタイプだと、うん、控えめで社交性に乏しく、うん、できれば1対1でじっくり相手と話したいと思っている、うん、良い聞き手で人に問題の解決案を提案する、自分の意見に確固たる信念を持っており、うん、それに固執し自説を曲げようとはしない、思慮深く話すが話の内容が難しすぎて相手には理解されにくい、うん、服装は保守的で派手な格好はしない、うん、倹約家でやりくり上手、高価な洋服など贅沢品だと考えている、うん、仕事を選ぶ際は1対1で人と接するカウンセラーや教育関係の仕事に惹かれる、うん、物を書くのも好き、うん、趣味は好きだが、一人きりでもしくは親しい友人数人とできることで良いと、うん、注意を引く言葉としては私は何を見逃してるんでしょうか、うん、マイペースでやってもいいよ、うんうんうん、作戦を立てよう、うん、で INFJ との付き合い方、うん、すぐに返事を期待せず、うん、INFJ の提案についてじっくり考える時間を与える、うん、提案するときは小さいことにはこだわらず全体像を見て説明する、うん、INFJ の提案がどれほど人に役に立っているかを強調する、うん、問題が起きたらまずINFJ に意見を求める、うん、この INFJ の創造性を刺激し、うん、将来の可能性について質問する、うんうん、長く分かりにくい説明を辛抱して聞く、うん、INFJ が自分の見解、うん、INFJ が見解を述べたら
慌てて判断せずじっくりと考える、うん、INFJ は時間をかけて考えてもらいたいと思っている、うんうん、で計画を実行する時期を明確にして、うん、納期や締め切りは厳守、うん、責務は必ず果たす、これはもう J の、うん、J に対する必須要件ですね、うんうん、で ENFP、はい、ENFP 型 ENFP 可能性を追求する人とあります、うんうん、ENFP は新しい案や可能性を考えているときが一番生き生きするタイプだと、うんうん、社交的で親しみやすくおしゃべり、多くの人と一緒にいるのを好むので、うん、友人知人が多い、うん、頭の回転が速く助才ない、巧みに言葉を操り人を楽しませるのが好きで自分の個性を言葉で表現する、うん、ジョークを飛ばしダジャレを言い、うん、語呂合わせを楽しむ、時に思い上がったような態度を取り早口で話す、好奇心が強く見知らぬ人とでもすぐに話すことができる、うん、相手の話を遮り自分の意見をまくし立てることもある、うん、服装は人のためではなく自分の個性を主張するためにと思っている、うんうんうん、感受性が強く感傷的ではあるが、うん、自分の心は人には見せたがらない、さまざまな職種への関心が高く、うん、転職を頻繁にする、うん、趣味が多彩、うん、で、注意を引く言葉としては急ぐことはない、明日にしよう、うん、明暗を思いついたんだけど聞いて、うんうん、とか、うん、でこの ENFP との付き合い方としては、うん、とにかくいろんな話題を取り上げて、うん、多くの質問に答える心構えでいようと、うん、話題はたくさんあげると、うんうん、いろんなことを喋るから、うんうん、創造性を刺激しよう、うん、また可能性や将来性のある仕事を与える、さまざまな選択肢を用意しておく、うん、相手が提案した方法ではうまくいかない理由をすぐには指摘しない、うん、なのでこの ENFP が挙げてきたものは一回やらせてあげる、うん、試すチャンスを与えてあげる、うんうんうん、で話は面白くテンポよく進めようと、うん、煩わしい事務手続きや雑用も楽しんでできるようにしてあげようと、うんうん、形式ばったことや堅苦しいことを嫌うので、うん、規則や手続きで縛らない、うん、できるだけ自由にのびのびと活動させてあげようとあります、うん、でこの ENFP のこの内向版ですね、はい、INFP INFP, INFP は、うん、心の平和を求める人とあります、うん、INFP は16タイプの中で最も理想を追い求めるタイプだと、うん、きつそうですね、うん、はい、自分の感情に従って行動し、うん、感受性が大変強く、うん、物事の本質を深く捉えようとする、うん、だがその一方で日常生活の雑事には無関心、うん、現実に疎く時間にルーズ、うん、日用品がどこにしまってあるかさえわからない、うん、16タイプの中で一番現実離れしているタイプ、うん、隣人に見栄を張らず一風変わっている、うん、話し方は穏やかで優しく言葉遣いは丁寧、うん、よく自己表現をしたり詩や創作の才能がある、人に対して攻撃的なところはなく野心もあまりない、うん、精力的に話し続け自分の内面はごく少人の人にしか明かさない、うん、見知らぬ人にとっては冷淡でお高く止まっているように見える、うん、外見は個性的で自分自身のために装っている、うん、で注意を引く言葉、うん、としては何が正しいと思いますか、うんうん、あ何が正しいんですかね、うんうん、とか二人だけでお話がしたいんですけど、うんうんうん、っていうこの INFP は批判に傷つきやすいので、うん、この方々は何でも感情的に捉えると、うん、だからその本心は決して人には漏らさない、うん、危ないと感じた話題は触れないでおきましょうと、うん、INFP が重要だと考えていることを軽くあしらわない、うん、そんなことをすると信頼関係が崩れ、うん、またこの INFP は16タイプの中で一番根に持つタイプであると、うん、INFP が、うん、でまたこの例えば僕がこの INFP さんに提案をする中で何か
好みが合うものがあったら、うん、それだけを強調する。いろんなやつを提案した中で、うん、何かに興味を持ってもらったらそれを強調しよう。うんと、二等兵が、まあ、二等兵がっていうか、まあ、INFP に対する提案がっていうことですね、うん、僕は今 INFP じゃないですか。はいなるほど。だとすると、はい、いっぱい並べた中で、はい、僕が興味を持ったのがこれだとしたら、はい、それだけを強調しましょうみたいな話。そうですね、うん、はい、僕が強調するって話じゃなくて、あ、じゃなくて、うん、はい、要は付き合い方の話、はい、はい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 。で、できればあなたの信念を率直に伝える、うん、INFP は口先だけの人間を嫌い誠実さを求めている、うん、また決断を下すまでに時間がかかるので、うん、辛抱強く待とう、うん、計画を変更する時間とチャンスを与えておく、うん、どうです、ピンときました？まあ、ピンとくる部分と来ない部分と、要はなんか SP と迷うねなんておっしゃってるじゃないですか、うん、どっちが強い感じですか？まあ両方あるとは思うんですよね、うん、その人それぞれ。 SP の方が、はい、ISFP の方が、はい、なんかしっくりくる気はします。どっちかで言うとですね、もうバッチリっていうよりは、もちろんもちろん、うん、